改めまして、比例復活おめでととううごござざいいまます。す。ありがとうございます長く待っての,この,あの復活となりましたけれども、お気,もお気持ち、改めていかがでしたでしょうかあのこの待ってる間というのは、実は金田先生と斎藤市長が隣にいて、決して孤独ではなかったですし、さっき申し上げました、何よりもまだいける、まだいけるという、ささやく県会議員の同志の皆さんが、 あの逐一こう情報をくれてです、ね、本当にこうなんだろう、こういう逆境の選挙だからこそ、真の友、真の仲間どうしというのは、あこういうことなんだなというのをう再認識しました、はい、改めてこの戦い振り返って、厳しさというのは感じられましたでしょうかそうですね。特にに自民党に対するる批判というのは私は私ある意味で 自民党を信頼していた国民の期待を裏切った少佐だと言っていましたが、本当にそこだなと思います、自民党自身が大きく変わっていかなければ、次の選挙、絶対に私は負けると思いますし、来年は秋田県にとって、いろいろな意味での地方選挙も含めて、えー、まあ早ければ衆参同日あるだろうという方もおりますし、今、ちゃんと自民党を立て直して、そして次の戦いに挑んでいくということが非常に重要だというふうに思います。 いよいよ国政ということになりますけれども、どんなことに一番力を入れて、取り組みたいと思われますかあのやはり私はもう、キングオブ官僚を極めた金田先生の隣にいましたので、何をすればいいのかというのは分かっています、今度は当事者として動くわけですから、でもそこは金田先生にはちゃんと教えてもらうところ、まだまだたくさんありますので、そういうところをしっかりとしながら、あと私は申し上げていましたけれども、ずっと、 だろう地方政治を知り、議会、行政、そして国政の仕組みを知る人間として、やっぱりあの新しいことに挑戦する市町村、県の味方でありたいなというふうに思います、でそういう議論を言えるのが、やはりあの自民党、地方の力を日本の未来にしてきた自由民主党の強さだと思いますので、そこはしっかりとあのしていきたいというふうに思います。 改めていろいろ選挙戦でいろんな声を聞いてきたかと思うんですけれども、地方のどんな声を一番届けたいなというふうに思われますかあのこれまでの延長線上とは違う形で、地方から日本の未来をつくると、総理は、総裁は言っておられます、ルールを守る自民党、国民を守る自民党、地方を守る自民党。 日本創生は地方創生の,なんだその結集されたものだというそのことをしっかりとまずしていく秋田はその中でも食料とエネルギーの分野においては間違いなく日本をリードしていく立場にある実はその食料とエネルギーを供給し得るふるさと秋田を作り出してきたのは先人先達なんですね。それをただ単に人口が減少して 行く率が一番高いから、秋田はダメなのではない。そういうことはしっかりとあの訴えていきたいなと思います。あの、保育立場なのであえて言うんですが、人口が減少するとそこで思考停止になって、ふるさとの批判が始まってしまいます。でも私ずっと言ってたのはこの構造ってですね。戦争に負けてで朝鮮戦争が始まって、当時のその国際情勢から日本。が 期待された役割,も役割あるいは果たさなければなくない役割を一生懸命こう答えてきた商査なんですよ、東京一極集中というのは、そこを否定的に捉えて、先人、何やってるんじゃないんです、逆にむしろ東京一極集中だからこそ、世界大国とごせる日本があるとすれば、都市と農産村の共和とか調和というのを、やっぱり地方からこう出していく、それを国が。 後押しするのが、やっぱり石破総裁のやりたい、地方から日本を作っていくんだ、これまでと違う役割でっていうのは、私はそういうふうに解釈してますので、そこは自民党、ちゃんとあの襟を正してあのやってほしいし、そういう議論を引っ張っていけるように、頑張りたいなと思いますま内側から自民党を変えるということでしたけれども、うんはい、どんなふうにこう変えていきたいなというふうに思います <laughs> 一番嬉しいのは、メディアの皆さん、あえて取り上げませんでしたけれども、自由民主党幹事長代行の福田達夫先生、私からすれば大学の先輩ということもあって、 野田先生と福田康夫総理が仲がいいということもあって、その頃からあの一緒に仕事をしてきた仲間な、何かあったら相談もするし、でその幹事長代行の福田達夫先生がはっきりと、党風一新の会を1年前に作って、もう40代を総裁出すことを決めてたと、あの自民党が持っているいい部分はたくさんあるんだけれども、直さなければならないことはたくさんあるんだと、福原君をぜひ勝たせてくれたら。 同じ仲間として一緒に働いてもらうんだというふうに言ってくれました。そのことに私すぐ答えたいというふうに思いますし、そういうそれが本当の中から変えていくということだと思います。同氏はもう100人以上自民党の中にいますので、しっかりとそういう声に答えていきたいと思います。はい。じゃあ改めまして最後に抱負と決意を支持者の方の前でお願いします。有言実行、これが福原順二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。